成仏三段にして甲冑やわら風速取りを定め、さらに六か条の戦術も含ませております。第2会場ただいまのご演舞は直進影流薙刀術でございました。続きましては辰巳流兵法のご演舞でございます。加藤博史先生御門下のご演舞でございます。辰巳流兵法、辰巳流流祖辰巳三教は伊予の国出身の武将で、室町時代、永正年間の人と言われております。
幼少よりコック多年武術に傾倒し、戦場真剣の試合数知れず、一度も不覚を取らなかったと言われております。ただ技法を超えた進歩においては未だ十分に安心立命の心境に達し得ず、後妻山大明神に祈念してついに滑然として逮捕し、勝機を末撃に知る無我の心境に達し、必勝の原理を体得して辰巳流を創始したと伝えられている。辰巳流の実技としては居合剣術を主体として、柔ら槍術棒術薙刀手裏剣補助術など武器一般のほか、キューバ集団戦闘の心得や物見測量法兵術甲冑着時代まで及んでいる。江戸時代は下総桜の堀田藩で藩外不出の武道として権威ある宗家統率のもとに歴代を含む優れた剣士によって厳しく伝承されたために、江戸時代以前の戦国武道の骨格を15巻の伝書のほか、多数の古文書、古伝などとともに正確に原本まで伝えられたことは稀有な例であり貴重である。千葉県においてもすとにその文化財としての価値を認め、加藤貞夫個人、加藤浩先生個人、加藤博先生を無形文化財保持者に指定している。なお無前中津の奥平藩に辰巳流の分派辰巳神流があって、福沢諭吉がこの系統の居合を学び晩年に至るまで自負していたのは有名である。諭吉も60歳を超えて毎年数抜き千本を通している。辰巳流の各種の型は戦国の古式そのままに伝承されたため、外観は虚飾なく一見して地味ではあるが、実はすこぶる高度な技術内容の集約であって、これが巧妙に構成されており動く禅とも称されている。ジャンプ
第一会場は野遊新年流兵術佐藤純真斎先生ほかご一門のご縁